サンスキモストは、ボスニア・ヘルツェゴビナ北西部の都市及び基礎自治体である。ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体のうち、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のウナサナ県に属する自治体で、ボサンスカ・クライナ地方のサナガワ・カにあり、ブリーエドールとクルチの間に位置する。現代のサンスキモストがある場所は、古代の記録や研究者の調査によれば、 地理的な好条件から、すでに戦士時代より人が居住していたとされる。ローマ人がやってくる以前は、イリュリア人の部族が居住していたとされるが、中世までははっきりとした記録は残されていない。最も古い、ある文書は、1244年7月20日のもので、ベーラ4世がこの地の教区に言及したものに遡る。1500年になると、サナ地域は、 オスマン帝国の支配下に入り以後300年間に、渡りオスマンの統治下が続く。1800年代に入ると、オスマン帝国の力は、次第に衰え、ハプスブルクの影響力が拡大する。これに伴って、民族の構成も大きく変わった。オーストリア・ハンガリー帝国支配時には、他の地域と同様に開発が進展した。第一次世界大戦には、 サンスキモストを含む周辺は、ブルバスカ自治州の一部であった。第二次世界大戦時には、パルチザンの抵抗の地となっている。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時の1992年から1995年に、かけて、サンスキモストは、セルビア人勢力である、スルプスカ共和国の支配下にあった。この時期、非セルビア系の住民は虐殺されるか、土地を追われたりするなど、 民族浄化にあっている。1995年10月になる都市内には、ボスニア・ヘルツェゴビナ軍が、紛争集結間近に進軍し、それが要因となり、今度は、多くのセルビア系の住民が街を逃れることとなった。2004年、オシトラルカがサンスキモストから分離し、スルプスカ共和国に属する自治体となっている。ありがとうございます。